どこのエンジニアがうるさいこと言ってるんですか、はい、あ、それは某国の某国の話でございますか。いや別にどこの国のどこのカテゴリーとは言ってないですけど、うん、なんかどっかのエンジニアさんがチームのドライバー選定に口を出してて、うん、チームがドライバーがいないと非常に困ってると、うん、エンジンがないと、はい、うん、おかしくないですか。おかしいですね。エンジン屋さんでしょ、うん、エンジン屋さんですよ、うん、もちろんあのね開発されてる方は栃木の開発されてる方は、うん、あのすごく一生懸命されてると思うし、うん、素晴らしい技術でいいエンジン作ってると思うんですよね、うん、去年もチャンピオン取ってるし、うん、あの GT もスーパー YouTube 言ってないよ別に、うん、チャンピオン取ってるし、うん、まあでもちょっとねその本社の方がちょっとおかしくないですか。エンジン屋さんでしょ、うん、って言ったら多分怒る人いるかもしれないけど、本来は純粋に言えばエンジン屋さんであらなければいけないはずじゃないですか。そうね、 F2 のメカクロームが、うん、あお前のところマゼピン乗せるんだったらうちエンジン出さねえぞとは言わないですよ。商売ですから、うん、お金払ったら、うん、そのお金に見合ったエンジンが供給されるっていう商売ですから、うん、だからそこはそのこのスポーツがこのモータースポーツがかあの抱えているあの根本 の歪みというか、うんうん、そのエンジンメーカーがのやっている、うん、もうだからエンジン屋さんに、うん、そのチームもそうだし、うん、オーガナイザー自身もエンジン屋さんに依存しちゃってるから、うん、エンジン屋さんの発言力が強すぎるわけですよね、うん、だからこんなことだってチームがオーガナイザーにエントリーしてるのに、うん、エンジン屋さんからこのドライバーだったらうちエンジン出しませんよって言われてえーっていう、おかしいよねっていう話で、うん、で太郎さんがコンビニに行って100円のチョコレート買いに行って、うん、レジ行ったらあなたが食べるんですか。いや娘に頼まれたんで、じゃあうちは売りません。あ、なんでなんでなんで、じゃあ分かった分かった、じゃあ僕食べますみたいな。本当ですかって、本当僕食べますよみたいな。ならないですもんね普通に。100円のチョコレート100円出したら買えるでしょう、うん、お前には売らないとは言わないですよ ね、 ね、誰が食べるかによって売るか売らないか決めるっては言わないですよね、うん、ましてやそのエンジンを出さないよって言われたチームはもともとお金払ってエンジンをリースしてるチームで、他のエンジン代の代わりにドライバーを乗せてるわけじゃないですね。他の青山ユーザーはどこ、青山ってどこですか何の話ですか、うん、まあ、エンジンが供給されて、うん、で漏れなくドライバーが、うんうん、じゃああなたのチームこの人ね、あなたのチームこの人ねっていう、だから、うん、そこの根本論をまだね勘違いされてる視聴者の方、ね、純粋なレースカテゴリーだと思われてる方が、うんね、そうそうそう、チーム交渉しないからねドライバーって当てがわれるんだからね相談はあるかもしれないけど、ドライバー選定はチームじゃない、うん、チームじゃない、青山の会議室で行われてるんだ、会議室ですらないと思う、モータースポーツ部で行われてるんだ、うん、だからせーので発表するわけだし、ストーブリーグのニュースも出てこないわけだし、だって書きようがないんだ、書き屋さんだってもう知ってん、分かってんだから、チームからじゃなくて、うん、エンジン屋さんから発表されてるって言ってるのおかしいですよ。何月何日が解禁ねっていう、てい解禁ねっていうところで、うん、だから変なところだよね、うんうん、まあだからめ珍しくね、あのこれオートスポーツさんが物を申してる記事ではあるんですけど、うん、そうですね、うん、まああのチーム側にもすごく言い分はあるだろうし、うん、まあ、はっきり言うとそのこういうことを許してたらレース純粋なレースはもう成り立たないですよ、まあ、実際成り立ってないんですけど、うん、もう何年も、うん、でもさすがにこれちょっと一線超えてるでしょってやっぱり思いますよね、今回のこれに関しては特に、うん、今までも、まあ、某 T 社なんかはもう普通にずっとやってきてたけど、露骨にね、うん、H 社はそうじゃなかったじゃないですか、うん、それがまあ急にまたこうなっちゃったんで、うん、えってもうその最後の良心の部分もそうなっちゃうのっていう、うん、好き嫌いになっちゃってるからね、うんうん、そこはね、何にも関係ない外人だったら出すけど、うん、うちを辞めたドライバーには出さないよって。え、それはシャルパンティエのことですかちょっとね、なんかそこがエンジン屋さんの発言力が強いっていうのはすごく、あの強いね、レースとしてやっぱりちょっともういびつすぎる、うんうん、いや F1 もそうだろうっていう人もいるかもしれないけど、うん、F1 ってそのチーム側にそのエンジン屋さんの言い分を受け入れる代わりにエンジンを安くしてもらうとか高にしてもらうとか技術提携するっていうのがあって、それを選ぶも選ばないもチーム側が決められるじゃないですか。
例えばハースみたいにもうフェラーリとがっつりやります、うん、その代わりフェラーリのドライバー1人受け入れますっていう選択肢を選ぶこともできるし、うん、アストンマーティンみたいにうちは要は金払って買うからさって言えば、うん、でパワーユニットももらえるし、うん、ギアボックスももらえるし、うん、でもドライバーは自由に選べるじゃないですか、うん、いやセバスチャン乗せるんだったらうちエンジン出さないよなんて絶対言わないですからね、うん、ファンの場合はその辺がすごくあの、まあ、言ったら悪いけどやっぱたかがエンジン屋がそれやっちゃうと、うん、レース回らなくなりますよね。ただ正しいレースとしてはなんでそうなっちゃったんだろうね。エンジン屋さんが持ってくるお金なき、うん、なくしてはそのレースが成立しないからですよ。あ、じゃあいいですよって言われたら、うん、あ、ちょっと待って待ってってなるわけでしょ、チーム側は、うん。で、他のチームはみんなそうだったけど、うん、まあ、BMAX さんはそうじゃないわけじゃないですか。うん、いや、別にお金いらないからさって、金出して払うからって言っても、うん、いや、もうお金出してもエンジン出しませんって言われちゃうわけでしょ。うん、それ言ったら、あんただとこエンジン供給する資格なくないっていう、うん。F1 だってそうじゃないですか。だからエンジン供給をしてるっていう、だから、自覚がないんですよ。だから商売としてエンジンを買ってくださいじゃなくて、うんうん、使わせ売ってるんじゃないですか。だからそうそうそう使わせてやってる。だって実際お金出して買ってるチームがないんだもん。うん、BMAXだけだからね。お金払ってるのはね。うん。うん、まあ他にもあるかもしれないけど。うん、レース出たいんじゃない。まあ出たいんだということ聞けばいいじゃん。だから嫌なら出なきゃいいじゃん別にって。いいんですよ、うちは。太郎さんがいつも言ってるやつ。そう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 。嫌なら見なきゃいいじゃんって、うん。そう。でも、現実そうだって、メディアだってそうだもん。メディアで、なんかおかしいことがあって、うん、そのね、あの、オーガナイザーに、ちょっとおかしくないですかって、じゃあ来なきゃいいじゃないですかって言われちゃうんだから、じゃあパス出しますね、もうあなたのところにあって、平気で言われちゃうんだから、うん。それは良くならないし、うん。それはみんな黙りますよ。うん、まあメディアの人もメディアの純粋な仕事じゃなくて、ね、うん、チームだったりスポンサーの仕事で来てますから、ね、そう、うん、だからダメなんですよ、うん、っていうのはまあずっと我々も言ってきたんですけど、うん、まあ今回のその記事のコメント見ても分かってる人ももちろんいるけど、うん、っていうぐらい、その程度の理解度だったのっていうこのカテゴリーの闇の、うん、理解度が、いやそうでしょ、だから我々が言うといつもみんなが言うじゃん、こんなに素晴らしいレースなのにって、いやどこがやっていう、だから多田さんがいつも言うのは別にあの嘘ついてないし、見たこと聞いたことその場 で自分が体験したことを言ってるだけなんだけど、うん、他に体験した人は言わないから、うんうん、まあね、事なかれ主義が全てですから、うん、チームが起用したいドライバーが起用できないってどういうことなんですかね、うん、もうえぐいからね、うん、続けたいんだったらこのドライバー乗せるとか平気で言われるからね、うん、だから多少パフォーマンスが劣ってもいいから別のエンジンがあればいいんでしょうね、きっと共通エンジンみたいなものが、うん、だからうちは別にもういいっすって、あの青山のお世話にならなくてもいいっすって、これ本でって言わ、青山のエンジンだってそのどっかに出してるわけでしょ、別の M テックだかなんだかっていう、うん、だからもうそこのもうそこの単純に純粋に商売としてだったらもう凍結しちゃって、うん、でも自由にエンジン やったらいいじゃん。でも自由にやってじゃあ皆さんエンジン買ってくださいねって言ったら今度はチームがいやそれじゃ成り立たんって言い始めるわけですよ。そこなんですよ皆さん、結局チームはエンジンタダでもらわないと成り立やっていけないんですよ、うん、だったらレース続けるためには分かりました、はい、でそろそろちょっとうち来年チャンピオン取りたいんですよねって、すいませんちょっとスポンサーさんの手前もあるんでって、ああそうしょうがないねっつって、うん、じゃあちょっとね、あの山本君そうナンバー一番ちょっとあっち行ってっていう、うん、そろそろそうなりますよ、うん、順繰り回っていきますよ、うん、だそこにあのね見てる人が夢がありますかっていう、うんね、とこですよね、まあ、これをだから言わないのがある種夢を守ることなのかもしれないけど、そうだ、ね、まあ、ちょっとだからそこが今まではそうやってなんとか回ってきたけど、うん、ちょっとやっぱやりすぎですよね、うん、今回のやつはね、今回のやつはね、うんうん、まあ、もちろんそのね同じほぼ同じエンジンを GT で敵陣営で使ってるドライバーにそのエンジンの詳細を知らせたくないっていうのは理屈としては分かるんですけどね、うん、でもまあカテゴリー違うし ね、 そ、 うね、そもそもそのあの日産ドライバーとかホンダドライバーっていう枠でくくってること自体がもうちょっとやっぱり
レベルが低いですよね、うん、やっぱり F1 に行って、じゃあハミルトン確かメルセデスのドライバーです、うん、でもある年からいきなりフェラーリに移籍してフェラーリドライバーになるかもしれないですよ、うん、まあ、実際そういうメーカー間の移籍っていくらでもヨーロッパでありますからね、うんうん、別にあのどこどこ育成ドライバーだからといってずっとそのメーカーじゃなきゃやっていけないとか、そのメーカー外れた途端干されるとかってことはありえないから、うん、じゃあでも日本はダメですよ、恩義がありますよ、うん、誰のおかげで今お前があるんだって言われたら、はい、あなた様のおかげでございますっていう、それはしょうがないですよ、うん、それはそれで楽しくなるわけないじゃんね、うん、だからドライバーだってあの本当に言いたいこと言ってる人なんか一人もいないと思うよ、うん、でその本音をぐっとこらえて出てきた記事を読んでみんな一喜一憂してるわけですよ。失礼もかわいそう。確かに、うん、業界読んでやれよっていう、うん、もう本当に育成というものを履き違えてるんですよね、うん、ヨーロッパの育成ってもうある種その本当に育成っていうか支援じゃないですか、うん、本当は支援とか育成って見返りなんか求めないはずなのに、うん、日本の育成ってそれをもうずっと見返りさせるわけでしょ。そう、でそこから出てったら裏切り者って言うんでしょ。そうだよ、そう、だからその学校に入らなきゃいけない、だからね、13歳や14歳でこの先の人生を決めろって言われちゃうわけですよ、契約書出されて。決められるわけがないじゃん。13歳だよ、14歳だよ、うん、そこで大人たちの都合でその先20年30年のドライバー人生が決まってしまうっていう、うん、アホかっちゅうね。しかもそれもね、レースの機微を分かってて、うん、いやこのドライバーのキャリア考えたら今年はこのカテゴリー乗せてあげなきゃとか、うん、もう少しここは乗せさせてあげなきゃとかっていうのが分かる人だったらいいけど、うん、そんなもん何も分かんないサラリーマンが決めるわけでしょ。分かんないよ、だってもう3年とか 5年ごとに変わってっちゃうんだから担当者は本当にだから育たないんですよ本当に、うんうん、だから純粋に速いドライバーを自分たちの陣営に招く、それでいいじゃん、うん、普通はそうですからね、うん、ヨーロッパはそうなってますからね、うん、それダメなのっていう、そのどんなスポーツだとそうじゃん、だって優秀な選手はどんどんチーム変わっていくじゃんだって、うん、だからあのその育成プログラムとスクールってものがあるからそうなっちゃうんですよね、うん、だってどんなあのスポーツだと、だってサッカーだってユースがあるわけで、別にそこでユースで育ったからっつって他のチームに行っちゃいけないなんて言って文句やられることもないし、お前あそこにいたんだろ、じゃあうちには来れないよっていうちょっと人はいないわけだ、ね、欲しいから取るわけで、うん、で取られたくなかったらまた、ね、じゃあうちはいくら出すから残れっていいわけで、なんかそこに結局夢がないから、まあ、以前も言ったと思うけど中途半端な給料で、うん、飛び出すほどももらえないし、うん、でもとどまっていれば、まあ、ちょっとその辺のサラリーマンよりはいい生活できるしみたいな、うん、でも現役終わったらじゃあ一丁上がれるかっていうことはもらえてないから結局しがみつく、うん、っていう状態がこう続いちゃうから、だんだん高齢化してって、うん、やっぱり下の子が入ってこれないっていう、じゃあ下の子どうするかって、それはまたしがみついて運転手やって酒飲み行くの付き合ってってやるしかなくなっちゃう、男芸者やるしかなくなっちゃうねっていうよく言うじゃん男芸者っつって、うん、そうだからね、もうやめちゃえばいいもん辞めちゃうと例えば角田君みたいな才能が F1 までいけないわけですよ、うん、だからやっぱり正しい形で育成プログラムをやってほしい、本当の育成をちゃんとやってほしい、うん、もう恩を売るんじゃなくって育成としてやってもらいたいっていう、もうそれだけですね本当に、うん、だからちゃんとした人に、うん、任せて、それも、うん、だからもうスクールはスクールでも明確に本当にスクールですと、うん、誰でも教える場所ね、そう誰でも、ねまあね、年間、ね、20人しか例えばもう入れませんから、そこはちょっとオーディションしますよと、で合格したらお月謝いくらです、何がいくらです、うんうん、今もそうだって言うかもしれないけど、でも即卒業して F4 のスカラシップそこまでです、うん、そこから先はもうワークス契約っていうのはまだ別の話です、うん、スクールに入ってようが入ってまいが我が社は早いドライバーと契約します、うん、っていうふうにするともっとみんな切磋琢磨するんです、うん、そうそうそう、うん、で学校に入って学ぶもよし、自力で、うん、スポンサーつけて自力で結果を出すもよしっていう、そういう選択肢であるべきだよね、うん、本当は、うん、学校入ったが最後ずっとそこでね、学校じゃないですから、だからオーディションであり入社試験ですから、うん、あれは、うん、そうだからやっぱそこを本当なんとか、うん、まあでもなんとかしなくてもいいんだよ、だって別に組織のように決まって予算を毎年お役所と一緒にしようだって、うん
決まった予算をきちっと使い切っていれば、そうそう、はい、次の年も予算がつくっていう、はい、うん、だからその結局大人の都合に、ね、子供たちが それもだからあの走らせてやってる、うん、エンジン使わせてやってるっていう、うん、なんでサラリーマンが偉くなっとんねんっていう、うん、でもまあその人が偉いんじゃなくてその会社の看板が偉いだけなんだけれど、そこはすごい勘違いしちゃうんでしょうね。で走らせてやってる、うん、エンジン使わせてやってるで、うん、ただのおっさんの発言がやっぱ強くなっちゃうっていう、うん、それがそのただのおっさんの発言力がこうやってチームの運営だったり、うん、カテゴリーの運営だったりを大きく左右しちゃってて、うん、ですごくつまんなくしてるっていう、うん、まあ本当 それに尽きるなと、うんうん、まあね、だからまああのただ何度も言いますけど、やってる人たちはあのつまらないとか楽しいとか、もうそこそもそもないんで知ったこっちゃないっていうとこなんで、うん、あのいいんですよ、だからもうくる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 走って、うん、スポーツでも何でもないんでね、うん、まあやってる人は一生懸命やってる人ももちろんいるでしょうし、うん、あの車自体は速くていいんでしょうけど、うんうん、あまりにやっぱ夢がないですよね。夢はないですよ、うんうん、まあたまたまねちょっと今回まあちょっとオートスポーツさんがまあまあまあそれでもちょっと忖度感はあるけど、まあ頑張って、まあ、かなりその、うん、本当に、うん、まあ我々今もう土直球で一番の問題点をブスブス指しましたけど、うん、まあそことはちょっとずらしてこういうところに問題があるって言いながら、うんうんうん、まあその一例として挙げてるところがこのまあ本当に伝えたい部分だったと思うんですけど、うんうん、そこにね土直球投げちゃうとやっぱり、うん、そのね、そうね、青山の方からやっぱり、うん、広告出なくなっちゃうからね。ちょっと話題をうまくずらしつつ、うん、はぐらかしつつ、でもまああのファンの人たちにね気づいてもらえるように書かれてますよね。うんうん、本当にもう今これ変えるにはもう中からは絶対変わらないから、絶対変わらない。だってもうそこだってお互い依存の構造になっちゃってるから、うんうん、だからこれを変えるにはもうファンの人たちが声を上げるしかないんですよ。うんうん、で世間を味方につけたいからこういうふうにオートスポーツさんも書いてる、うんうん、まあ言ったらあれ内部の人間がやっぱりちょっと世論を味方につけようよ、うんうん、こういうふうにしてもう声上げるしかないじゃんっていうことでこうなってるんで、うん、そうね、だからこのままだから BMAX さんもエンジンがない状態で開幕戦、どこチームとは言ってないですよ開幕戦ガレージにねもうわらわら行きますっつってね、うん、もうあの全部でこうメディア使って、うん、もう今ファクトリー出ましたっつってエンジンなしの状態でベチッとガレージ組んでユニフォームバチッと着て、うん、でドライバーも全部用意して、うん、エンジンにつくんですかね、手上げてもかからないあれ積まれてないっていうね、それを見てファンがどう思うか、そうですね、うん、っていう、うん、それ皆さんができること、うん、だからね、うん、頑張れ BMAX っつって出てこいっていうね、そう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 くるっていうのがそれでそのただのおっさんが出てきて、その、うん、みんなが納得する、ね、何万人の前で説明できるのかってことですよね。まあ多分何万人もいないと思いますけど、まあまあいないと思うからね、うん、でも説明できるって言い切るのはどうせ伝統がどうとかね、しきたりとか最後あの開き直ってそういうもんですからそれを変えろって言ってんだよっていう変えないと未来ないぞって言ってんだよっていう我々は未来を求めていませんっていうじゃあお前がやめろだからそこはまたその、うん、まあ今ね彼がやってるからねって、だからあのまあまあどっかの元首相と一緒ですよ、今変えろって言われてもねっていうまあまあまあこのね、せっかくこのオートスポーツさんが頑張って石を投げてくれたんで、まあ、この石をね皆さんがこう受け止めて、またそれをねどうするのか、太郎さんがド直球のところに投げるオートスポーツさんがちょっと外しながら投げてるのにわざと真ん中ど真ん中投げてど真ん中投げて、ど真ん中投げてっても多分ね向こうからしてみたら太郎って誰だってバカじゃないあいつってなあのおっさん何って言われるだけなんでね、あんなやつ言うこと聞いちゃダメですよってだから皆さんが声上げないとダメなんですよそう、うん、まあまあということでね、はい、なんかハッシュタグ作ればいいのね、おー We say no to マゼピンみたいなやつを、あーなるほど、 We say no to とか、おーセーブマットみたいな言っちゃったそうだね、なんかね、まあまあなんかね、そういう機会があったらね、当事者の皆さんにね登場していただいて出てるってことはエンジン供給されなかったってことじゃんまあまあでもちょっとこの本件はねどうなるか
ね、うん、結構なんか重大な局面な気がしますよ、これ日本のレース界を今後左右する、うんうん、だってエンジンメーカー2台減ったって構わないと思ってるわけだから、うん、まあ実質ね3代目、まあ、無限がどうなるのかっていうね、うん、だからもう、うん、ね、だからここで、ね、まあ、メーカー側は減っても構わないと思うだろうし、うん、あの新しいね、やる気あって入ってきたチームがいなくなっちゃっても、うん、それは何とも思わないだろうけど、それをファンの人たちがどう思うかですよ、うん、そう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 、し、そのどう思ったかをきちんと声に出せるかどうかがすごく重要だと思いますよ、本当に、うん、本当に本当に、そこに誰も声上げないんだったら本当にこのカテゴリー未来ないですよ、うん、ということなんでね、20代になるのか18代になるのか、ね、この先、ね、それはもう皆さん次第というニュースやね、サブちゃんかこれでございました、はい。